はい、大勢よろしくお願いします。ということで皆さんこんにちは、こしあんです。まあ今日はねルシファー使っていこうと思います。まあ補正見てもらったら分かる通り、神と竜のアタックが上がってるんで、まあ混合とか神タンとかが多いんじゃないかということでね、まあそれをメタルヒプノスとかもいると思いますがね、僕はルシファーで、バフデッキを、メタっていきたいと思います。まあほぼほぼあのトップデッキデータベースをね、真似たデッキとなってます。まあ変わってる点は、大竹丸と、シエンティアを交換しました。僕はシエンティア入れてます。であとはルシファー、無一郎くんで忍さんでマンドラゴラっていうような感じですね。無一郎くんが、宮妻4ターンですね。で忍さんが食毒でマンドラゴラが、宮妻っていうような感じですね。やっていきたいと思います。まあお相手はね、神タンということで、まあこれはね、そうですね、まあファビオからいきますか。無一郎くんをね、辺に置きたい。じゃあどうするか、 B さんから行くしかないですね。まあ挟まれても盤面詰ませる進行できますし、まあ挟まれなければ無一郎くんが置けると。そしてなぜ神タンはそこにミューズを置けるんだ。うは、強っ。フギムに、おーっとバフを盛られていく。まああれですよ、お相手が持ったバフは僕のデバフで下げると、下げていきましょう。どんどんデバフデバフ。まあただあのこのデッキの弱点は、まあそうですね、フィニッシャーがイグナーツしかいないっていうようなところですかね。そこをどうにかせんといかんと思って、あ、違う、イグナーツだけじゃありません。僕らにはしっかりと、フィニッシャーがいます。そう、ボコ殴りのゴブリンですね。まあイグナーツとゴブリンに頑張ってもらいましょうということでいきます。あ、まああとあのコブとかは、もう知りません。されたら終わり。まあないものとして考える。うん、じゃないとねやっていけないんで、もう僕の立ち回りはコブ出されない前提の立ち回りでいきます。はい、うん、忍さんどうしようかな。マイティか忍さんか、もう忍さん打っちゃおう。まあ、これで3枚返しされても、無一郎くんつなげますし、忍さん取られてもつなげる。まあいい感じなんですけど、これお相手結構バフ持ってますからね。どんぐらい火力出るんだろう。ルシファーと無一郎くんと忍さん、この3体のデバフがかかってる状態でエンデガの3枚返し、うん、結構出る。あれデバフしてるんだけどな、足りない、全然足りない。ロックか、ロックするしかないよなこんなの。でまあ吸収してイモル、吸収でイモレいけ。おお、いい吸収、3200吸収しましたね。これはでかい。でかいけどどうするの、何が出てくる。忍さん取られる、あ取られたな。ベルグレーデはコンボがない状態で、シエンティアが来る。ボコ殴りじゃないな、違うマイティ。まあ通常攻撃で倒せるかな。1600でしょ。シエンティアとルシファーのデバフだけだったら、まあお相手さんね、ミューズとね、フギムニとプティがあるんで、かなり火力出るんじゃないですか。ほら、2461。なんでルシファーとシエンティア効いてんのにそんな火力が出せるんだいって。まあ、通常で倒せるからいいんですけど。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いします。ヒュプは吉。どうすんだ、これ。まあ、頑張りましょう。行きましょう。おい、手駒はいい。まあ、初手ベルグレーで打って、ルシファー置いて、かな。また、あれでいきますか。ファビオ B3 進行。そのまま何怖い。あベルグレーで打って、いやうん、ゴブリン打つ。はい、レニアド。ベルグレーで打っときゃよかった。これは、僕の意志の弱さが出ましたね。いや、もしもアポロンとかヌラリ、ヒュプノスを使ってたらね、ベルグレーでぶん投げてたんでしょうけど、ルシファーだったからちょっと落ちきりました。ああ、そして卵出てきた。
安心と安全の卵でアドを取られていく。きつい。見るだけできついトラウマだ。もうこの褐色娘は本当に無理だ。強すぎる。どうしようかな。角から行くか。でもな、角から行ってもな、イオンに強い駒を変えたら終わるからな。まあ、ベルグレーでも打ちたいし、一回 B さんから行きますか。 B さん行って、まあこれで2枚返しされると辛いんですけどね。ルシファーのコンボ多分さほど痛くないでしょう、相手さん。 X に来たらワンチャンまだある。おお、そこにリポーズの意識か。回復しないでください。あの、回復されるとまたきついんで。ああ、無一郎くん来ましたね。まあまあまあ、宮妻でね、吸収できるうちにしておきましょう。いくつ吸収？おお、いい吸収。毎ターン、あ、毎ターンじゃないか、4ターン内で800吸収に変わりましたね。これで相手との差をつけていけるかな。全然無理。9000近く、僕とお相手さん、体力差あるんですけど。どういうこと？まあ僕には吸収があるんでいいんですけど、月しのぶさんとか引きたいな。引けないな。引いてくれ、頼む。てか、バイセ強いんだって。そこ、おー、来た。来たけどまだ打てん。打って、ボコ殴りするか。いや、もうここは打っちゃうでしょ、ファビオ。ファビオ打ってダメージ出して、まあ、ダメージ出してもっていうような感じなんですけどね。あー、で、B6? で、角無理か。あー、そっちか。アンチヒール、待って。やめてください。そのアンチヒールは僕に刺さる。マンドラが打てない。マンドラが打てないってことはどうするかって言ったら、まあボコ殴り打つしかないんで、まあゴブリンか。いやー、ゴブリン、あ、行かない方が良かったかな。違う打ち方もあったか。ファビオ X とか。いや、そんなこと言ってられんのよな。だって、あると取らないといけないから。そうそう、あると取らないと次マンドラゴラが打てないんで、行って、僕の体力どんどん下がってく。5000、6000って。相手まだ1万9000あるんですけど。まあ、これで戻しましょう。さあ、見てください。ゴブリンのこの毒ダメージは1200。はい、いいダメージですね。で、8700まで回復しての、いや、そこか、そこ罠か。絶対特殊罠だろう。いや、レニアのか？いや、でも無理。出せない。ここでフルーファをヒプノスに当ててワンチャンかけましょう。これでなんか特殊、そう、ハルドか。ハルは打てないか。なんだろう、ハロメ。あー、終わった。パフォーメント待って、フルチャージはやめてお願いします。まあこんだけ長い間持ってたら、まあフルチャージですよね。終わった。はーい、対戦ありがとうございました。そろそろ帰るよ。はい、対戦よろしくお願いします。はい、来た、神ターン。あー、最高。行きましょう。また高校かい。まあ高校でいいや。はい、強い。お相手もプティ引いちゃってるか。何が来るかな。守護者バリバリ X 来そうで怖いんですけど、まあベルグレーでしょうね。ね、皆さん、ベルグレーで意外打たないですよ。で、まぁ、X に来たら一旦許容できるかな。できます、これ。あ、来なかった。よかった。危ねえ、怖すぎるって。本当に。桔梗姫。まあこれはね、とりあえずのね、ルシファーですよ。で、次、桔梗姫打ってからの、無一郎くんですかね。いや、なんだかんだで、鬼滅のコラボの、この忍さんと無一郎くん、宮妻と食毒、案外使えるんですよね。はい。神タン、プティからのミューズは犯罪ですよ。まあ僕も手駒犯罪級に強いんでいいんですけどね。バフリーダーに対しては。なんてたって、マンドラゴラ。最高。マンドラゴラがあるだけでね、安心感が違いますからね。もう本当に。全然違う。悟空とベジータがフュージョンしてゴジータになったぐらいの安心感ありますから、マンドラゴラ。はい。まあ、ドラゴンボールを知ってる人しかわからないネタをぶっこんでいく。
メティス？ああ、まあ今日デバフも入ってるからメティスで飛ばせたらいいなというような考えなんでしょうけどね。痛いけど僕は吸収です。宮妻行きます。これで4ターン内で800吸収と、デバフをしていける。さあ、そしてミューズが変身しました。どう来るかな。A2 か AD5 か、まあどっちでもいいんですけど、言うて、まあ、A2 に来たら何を X 行くか、マイティかゴブリンか。いやでもマイティだな、そしたら。まあでも、ああそっちにエルティナか。オッケー、デバフしてるおかげで4000ぐらいで済むと。デバフしても4000か。結構出るな。ここはまあまあまあ、どうしよう。まあこっちで行くか。ミューズのコンボは開けられんよ。まあまだそんな出ないでしょうけど、終盤にね、つなげられると痛いと思うんで、まあこれで返してきてもらったら無一郎くんとのコンボつなげるんで、ワンチャン？ワンチャンじゃないか、ワンチャンでもない。マイティ返されたらもう、なんだろう、何でつなげる？マンダラ打てるかな。さあ、露骨な踏み穴かと思って、はい、返してこない。これはね、しっかりと発動してくれた。踏み罠読みしてくれましたかね。いい位置に巻いておけたんじゃないですか。そしてしっかりとダメージが入ったことにより、シエンティアも引いちゃったけどね。シエンティアプラス、ムイチロ君プラス、マンドラプラス、ルシファー。はい、最高にバフをね、デバフをしていきました。ここまでやればもう大丈夫でしょう。炭治郎が来ない限り。炭治郎か、ヒュプロス。来たら、号泣します。はい。まあ、そう簡単には来ない来ない来ない。大丈夫。はい、大丈夫でした。見てください。この火力ですよ。986。で、半分切ってるんで、イグナーツが溜まってる。溜まってるってことは、打って飛ばせるっていうような感じですね。多分これ、ゴブリンでも飛ばせてたかな。まあ、さすがにゴブリンは打たないですけどね。イグナーツで終わらせていきましょう。唯一のフィニッシャーでとどめを刺していくっていうね。はーい、対戦ありがとうございました。はーい、対戦よろしくお願いしまーす。メフィか。はい、やっていきましょう。はい、ベルグレーデを引く。ナイス。そしてシエンティアも引いていると。バフ対面で引いてくれ。バフ対面以外でもまあまあまあ、ありか。アタックを下げれるだけでね。まあ、食らうダメージはほんの少し、スズメの涙ほど変わるんで。これで勝敗がね、分けられるかもしれないんで。意識回復されます。まあまあまあ、ダメージ出されないんだったらいいかな。さやかの打つタイミングも大事ですし、イグナーツはしっかりと最後まで取っておきたい。次の引きかな。最悪シエンティアをポイってするのもありなんですけど、まあ置くんだったら、シノブさんとか、いや、ここに来たらファビオか。もう B3 にファビオ置きたい症候群になってますね。フルーファー。ほう、じゃあフルーファー置きますか。まあ次コンボないんですけど、まあしょうがない。だってイグナーツも出ないですし、サヤカも出ないでしょ。こんなサヤカは辺に置きたいんだよ。ほい、罠。その罠はなんだ。特殊か、マイティか。まあそんなん気にしてられないですよね。サヤカ置きましょう。アリニアとかい。で、次。イグナーツはまだ打てません。ほんと、このままだと、ゴブリン出すことになるんですが、僕。どっちましょう。あらまあ。わあ、出た、キンマモン。くそー。まあ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 、いいね。ありありあり。マンダラ引きましたからね。まあでもここでゴブリン。はい、キンマモン効きません。毒ダメージなんで。B ゴマにフォースをすかされる気分はどうだ、キンマモン。悔しいか。なんとも思ってないだろうな。へえ、罠ゴマ。どうします？これマンダラ打てる？打てるなあ。じゃあ行くよ。
打てるけどどうしよう。いや、ここはあえての無一郎くん行きます。で、取らせて詰めていくっていうのはどうですかね。ワンドラ打った方が良かったかな。おー、角に来てくれるんだ。だったら無一郎くんありだったんじゃなかろうかと思うんですがね。まあ、次のターンには取られるか。いや、この進行されるんだったらマンドラからでよかったな。あー、やっちまったわー。まあいいや。まあ、ブラジオ置いてね、一旦。まあ、無一郎くんは取られるでしょう。まあ、ここで何で取られるかが大事。本当に。トゥールラやめて。ダメ。トゥールラはいけません。オッケー。はあ、危ね。ここにトゥールラ来て、次、バイセル飛びっていうのが一番嫌だったからな。そして、まあ、イグナーズが出るんですけど、うわー、シノブさん打ちたかったな。まあ、しょうがないか。まあ、キーマも押すかしていき、残り体力、お相手の体力が11,116。これ僕に手飛ばしできる？あらービブが来ちゃったか。これね、まだね、イグナーツはつなげられない。罠ゴマも怖いし、出る位置大事。ゾロバ、ああ惜しい。もう一個ちょっと右にずれてくれ。ずれて欲しかった。これはね、まあここだな。ここにマンドラ置いて、吸収 C の毒ダメージ与え、耐えろ、バイセを耐えろ。耐えれそうな雰囲気はする。デガも大丈夫。バフォメットは無理。はい、バフォは無理。バイスどうだ。多分耐えると思うんだよな。通常そんだけでしょ。んー、ギリギリ耐えたー。これはシエンティアのおかげかもしれない。うん、シエンティアのデバフのおかげ、みんなのデバフのおかげ、みんなの力で勝てたのかもしれない。飛ぶよね、飛んでくれますよね、忍さんの毒も合わせて。はい、ナイス、勝てた。はい、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。おう、今日初のラニー行きましょう。おう、シエンティアナイス。どうしようかな。ボコ殴りですね。さよなら。で、シエンティア引けてるのはでかい。でかでかのデッカちゃん。どう来る？あー、マツレックス？どうするこれ。お、あー、攻めのフルーファー。いきます。貫通あるな。てか、まあ、そうだよな。だって多分上に逃げても X に来るだけなんですよ。そうすると盤面詰められて終わる気が。あーらまあ、ジェイになって入ってんの。あらー、それはね、わかんなかった。わかんなかったよ。あらまあ、2手で木の体力9000。これはなんてゲームですか。まあ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 、こっからね、逆転していきましょう。できるかわかんないけどね。積んでる。2手で積んだ。そんな気がする。あの、アマンガスだったら現行犯捕まってるようなもんですからね。意味わからない例えをまたしてしまった。シェムケリー。まあ、シェムケリー山でいいかな。あー、救世主来たー。救世主だー。まさしくねー。アナキン・スカイウォーカー。あ、それはね、ジェダイです。スター・ウォーズ。アナキン・スカイウォーカーって救世主だったのか。選ばれし者でしたね、確か。マンドラゴラ、お前は選ばれし者だ。僕を救うために来てくれたんだ。まあ、アラジン、コンボ強い。さやかか。打てんの。ここはマンドラですね。一旦マンドラつなぎ、もうダメージ出します。で、マンドラ取られるでしょ。そうした場合、次どうするか。いやー、忍さんかね、無一郎くんが来てほしいんですけど、ね、ちら、柱、頼む、来てくれ。頼むよ、柱の誰でもいいんだ。無一郎くん、君、次のシーズンで活躍するよね。だから来てよ、来ない。どうするか。まあ、さやかか、さやか置いて、
まあ、シエンティアもルシファーも効いてる状態で多分まだ繋げてこないでしょう、さすがに。でもバハがあったらやばいのか。そこか。罠は返しましょう。何打ちますかね。うわ、ロック打つか、桔梗姫打つか。まあ、桔梗姫で吸収しとけば、多分大丈夫じゃないかな。どうだろう。ねえ。さあ、何が飛んでくる？てか、シエンティアとルシファーでバハ耐えれるのかな、これ。うわ、飛んできた。しかもトップ引きじゃん。うわ、トップ引き、バハ、これは耐えれないですね。嘘。このデバフじゃ耐えられませんでした。いや、金剛さんお強い。さすが。はーい、体勢よろしくお願いします。はい、神ターン。さあ、行きましょう。来い。いい引き。はい。まあまあ。まあ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 。まあ、グラリーチェー。いいですね。最初にここで、S5 番をぶん投げられないっていうのが大事なんで。やっぱ、神ターンに初手に、エルティナとかジーク投げられるのがね、一番辛いんですよ。で、それがないんだったら、まあ、X に来ない限りはルシファー置けるし、まあ、X に来たらフルーファー置こうかなと思ってます。ね。どうなんだい？これなんだっけ？ブライダルのシベリウス。はい、来たー！シエンティア来ました。来たー！はい、核変。まあ、これでね、辛いんじゃないですか。このルシファーとシエンティアのね、デバフをするだけで、神谷さん、相当辛いでしょう。まあまあまあ、不義務にされますが、どうしようかな。忍さんも打ちたいけど、まあ、ここは、ブラジかな。まあ、安牌に B さん行きます。まあ、僕は不用意に X とか行きません。安牌です、安牌。まあ、これ多分2枚返しされそうな気もする。X に来たら嬉しい。あ、でも2枚返ししたらルシファーのコンボは開くからな。してくるかな。まあ、でもルシファーのコンボそこまで強くないか、まだ。まあ、他のね、あれ、ルシファーって自分の子までしたっけ？まあ、上昇率確か600とかそこら辺だった気がするんでね。低めなんですよね。はい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 、はい。あれ超強いぞ。あらまあ、これは強いっすわ。まあ、ただ、消されそうですよね。ブラジェ。まあ、ブラジェ消されたらどうしようかな。ラウム消し。いやー、違うか。あ、消されない。消されないんだったらいい。ああ、1700しか食らわない。ドルデガもね、そんだけのね、アタックになっちゃうんですね。この3枚か。食毒回したら。まあ、返されてもいいんで、こっちを送ってどうですかね。フルーファー。ああ、やっぱり低い。相手のコマ、ああ、これ相手のコマ3章か。はい、ルシファーのコンボ。相手のコマ1枚で月600か。低。メルベとかだったらいいんですけど。そういう召喚系リーダーじゃないとあんまりマックスまでいかないですね。はい、そしてこれなんだっけ、リンガとかカットか。まあ罠設置してどうにでもなるでしょう、こうすれば。いや、非常に余裕を持ってプレイができてますね。とてもいい時の自分出せてますね。いい時の進行ね、できてます。はい。春秋入ってるのね。あなたの神谷には春秋が入ってるんですね。最近はね、少し見ることが減ってます、春秋さん。まあ全然ありだと思うんですけどね。まあマイティしか打てん。じゃあどうするかって、そりゃマイティ打つでしょ。まあここのマイティね、多分消されるんですよね。まあ消されてもここで特殊出してくれれば最後イグナーツで倒せそうな気がするね。5000ぐらい特殊出して、さやかで返させてくれませんか。そんなことは無理と。ミューズ分かれる。バフバフバフ。バフが強いんですけど、 HP が半分切ったから、ロックするかマンドラ打つか。まあロックしても次飛ばせないからマンドラか。はい、じゃあキリスト神様に願いたいと思います。神よ、お相手さんが炭治郎フィプロスを持ってないでください。お願いします。バフがえげつないことになってるんで、お願いします。やめてください。ね。
頼ます、お願いします、許して、許してください、神様、仏様、KJ様、オフシエルティナ、オッケー、ナイス。まあ、ただ、こんだけデバフして、こんだけダメージ出されるんですよ。これ、デバフなかったら、もう、オア終わりでしょ。2万ぐらい飛ばされてたのか、もしかして。まあ、そんなのはわからないんですけど、まあ、最後はイグナーツ。しっかりとね、さやかでね、特殊も返せたんで、この一撃で、GG と。まあ、あれですよ。ルシファー様も、なんだかんだね、まだまだやれるんだぞってね。